蘇シやヤワタグは、岐阜県下呂市にある神社である。源義平と、愚痴踊りに、ゆかりのある神社である。神社創建以前の平治元年に平治の乱で敗れた、源義平が当地で、非道の振る舞いをしていた、大悲悲を退治したと伝わる。その後、ヨ和元年に、ひだ国松田軍門原村に住んでいた、田口左近公院がその遺徳を忍び、美野国軍上郡十六村、 日田国増田軍四村の鎮守として、鎌倉鶴岡八幡宮から誕生したのが、始まりである。軍神氷並びに、増田軍の住民の数計を集め、江戸時代には神社拝殿で、踊りが奉納されていた。苦情踊りにはそのことを物語る歌詞があり、現在でも歌い継がれている。大悲悲が救っていたと伝わる、岩屋岩影遺跡にあった。 妙見神社が岩屋ダムの建設に伴い水没するのを避けるため昭和47年に合祀されている。それに伴い妙見神社の旧所在地が祖師谷幡宮の飛び地境内地となっている。神社本殿は元禄8年に建てられたと推定され、平殿及び廃殿とともに岐阜県重要文化財となっている。また、宝物として 源義平が、筆肥大寺に用いたとされる刀剣、祖師丸を所蔵し、掛け仏や鎌倉時代作の木造狛犬も、県重要文化財に指定されている。その他、祖師や八幡宮の車窓は11月に開花する、下月桜や、杉やヒのキの古木が多く、岐阜県の天然記念物に指定されている。所在地交通アクセス。ありがとうございます。